いや、あの WBC っていや本当すごかったんですけど、今回は全勝で優勝しまして、ワールドカップもいい感じなとこまで行ったじゃないですか。ドイツに勝ってスペインに勝ってで、日本の国際試合って勝つ試合負ける試合って実はとある法則があって、とある基準をもとに勝つ試合負ける試合っていうのがはっきり分かれるんです。その基準が分かってると今後の試合がね、勝つのか負けるのかっていうのをね、あらかじめ予測できるんで、その法則っていうのがね、僕がリアタイで見てると負けるんですよ。見てないと勝つんですよ。なんで？ WBC の MVP ってね、実質ダルビッシュさんだと思うんですよ。これなんでかっていうと、WBC って早口で言うと WBC、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